ます。2023年4月28日、佐藤修一でございます。まあね、ちょっとね、総理大臣のね、ポスト瞑想、まあ、非常にね、地元のね、地元広島のね、本当に、暴走瞑想、本当にご迷惑をね、全国の皆さんにおかけしております。まあ、もうご覧の通りでございます。本当に申し訳ございません。そしてですね、まあ、広島県知事、市長のね、暴走、ね、俺もしっかりね、やっぱりね、しなきゃね、本当ね、ひどい状況がね、していかないとね、いかないからいかんと。これもね、広島県民のね、責務であるというふうに思います。ね、G7 サミットね、妊婦をなくする交通規制。そしてね、宮島観光。ね、もう損失保障もなしにね、禁止するとかね。ほんと何のね、法的根拠もないという状況です。まあ、平素からね、水源地ど真ん中でのね、三番処分場強化とかね、もう一方的な人爆廃止。もう病院当該計画策定とか、ね、教育庁ね、変な教育庁の話とか、もうひどいですよね。それからね、条例根拠もないってね、学童保育有料化、図書館移転強化、これは市長の方ですけれどもね。まあこういったものも含めてね、まあ広島市民、県民、しっかりね、総理、そしてね、衆議院議員に対する総理、そしてね、県知事、そして市長、しっかりね、これチェックしていかなきゃいかんというふうにね、思います。ね、私たちがね、投票してね、選んでる。俺は投票してないけどね。送り込んでしまっている人たちをね、しっかりね、チェックしていくということ。ね、選挙でね、終わったら、選びっぱなしということじゃなくて、しっかりチェックしていくということをね、そして議員ね、特に知事市長についてはね、議員にしっかりね、チェックをさせていくということもね、基本的にしっかりしていかないといかんというふうに思うわけであります。まあ、今日はね、21時からオンラインおしゃべり会もありますんでね、よろしくお願い申し上げます。サミットについてね、皆様のね、ご意見お聞かせください。よろしくお願いいたします。それでは今日はね、またお会いしましょう。失礼いたします。